ウィーモーションプラスの企画が始まった当初からしているテーマでしたけど、うん、まあ、これだけ時間をかけてきたんですもんね。これだけ時間ですけどね、本当その5年間はね、無駄には使ってない感じがしますよね。で、制作費が任天堂最高かどうか分かんないんですけども、はい、まあ、かなりの制作費がかかって、はい、それがこう賞味ボリュームと濃さになってる、はいはい、今回はそのお城ダンジョンっていう仕組みで遊ぶ遊びとか、まあ、あのそれ以外の他のスタイルの謎解きとかいくつかのゲームの仕組みが入ってるんですね。だからあの何個のダンジョンとか割と言いにくい遊びで、だ少し概念は、新しいですね、うん、だから概念としてはこう地図が書きにくいんですけど、遊んでるところはすごい狭い限られたところでいくつかの遊びを仕組みで遊ぶので、うん、遊んでるうちにそこの土地に対してのすごい愛着が、まあ、昔のゼルダのように湧くという構造ができたんですね、うん、ゼルダって実はあのアクションの時は難しいですよね。でその難しいアクションを自分で理解して覚えていくというのも一つのテクニック。今度 あのスカウドソードもアイテムをたくさん使い分けますから、これが慣れてしまうともうかなり快適で、うん、Hey dude, how's it going? What are you up to? Just watching this new interview video with Shigeru Miyamoto, I think. Oh cool, today I just got some tattoos. I got like a, I got a Mario, I got a Link, I've got a Donkey Kong down on my leg, so it looks like he's reaching up and grabbing one of my testicles. Like it's a barrel. it's really great. Ah, cool. But I think you should see this video. Is that a giant eye staring down at us from the sky? He looks so happy.